の名は黒野。はははは、お前はこれから一生俺の養分だ。あはははは。黒野さん、キノコが顔から生えて絶望的な状態の巻き戻しだ。転送完了です。おお、キノコがたくさんだ。彼は時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。お、こんなところにもキノコ、食べれるかな。ストップ。え、もしかしたら毒があるかもしれませんから、食べるのは危険です。触るのも禁止。あ、わかったよ、スマホ。じゃあせめて匂いだけでも。クンクン。あ、ちょっと。なんだこれ。咳が止まらない。この症状、もしかして末広滝かもしれません。毒はないですが、キノコから出される胞子を吸い込むと喘息のような症状に見舞われるのです。今まさにそう。しかも末広竹の胞子は人間の免疫に耐えるので、肺の中にキノコができる可能性があります。そんな恐ろしいキノコがあるのか。だからそこら辺に生えているキノコは簡単に口の中には入れてはいけません。お腹にキノコが生える前に。たとえ巻き戻しはこんな状態でも、右目のタイムマシン、リトライアイを使えば。リトライ。時間を巻き戻し、やり直すことができる。まさか匂いを嗅ぐだけでもダメなキノコがあるとは。リトライアイは精神的ダメージを大きく受けるので、使いすぎは厳禁ですよ。さあ、到着しましたよ。この塔の中にターゲットがいるはずです。でっかー。これまたキノコみたいな塔だ。ではミッションを説明します。今回のターゲットは6歳の少女、モンさん。うわー、大きいキノコのお家だ。彼女はこの塔に入ったのを最後に開始してしまいます。なので彼女の死を食い止めることができればミッションクリアとなります。開始ってどうなってたの？それがモンさんの遺体の顔からキノコが生えていたのです。なんだそりゃ。とりあえず早く向かおう。気をつけてくださいね。どんなキノコか全く分かっていませんからね。そして黒野さんは塔の中へと足を踏み入れた。床じゃなくて地面ですね。あれ、塔の中なのに噴水があるぞ。おお、なんだ、噴水ショーでも始まったのか。だとしたら観客に書けないでしょう。それに加えて地鳴りも起こっている。しばらくして放水は止まった。床も壁も俺たちも水浸しだ。一体この塔はどうなってるんだ。とりあえずここにモンさんはいないようなので2階に上がってみましょう。そして2階に行くと、いました。彼女がモンさんです。お、え、誰？もしかしてお兄ちゃん、白馬の王子様迎えに来てくれたのね。いや、どっちかっていうと青髪の巻き戻しの黒野です。なんだ、それよりこれ見てよ。え、頭からキノコが。だまだま。え、喋った。当たり前だよ、キノコなんだし。確かにキノコ同士が電位信号を送り合って会話するのは研究で明らかになってますが、この塔に入って気づいたら生えてたの。玄関も鍵閉まってて出られないし。え、でもさっき普通に入れたぞ。あの扉は入ることしかできない特殊仕様なんだ、当たり前だろ。飛び降りれそうな窓もないな。当たり前だろ、僕にもわからない。とりあえず塔内を探し回るしかないかもね。さあ行こう、モンちゃん、頂上を目指すんだ。まあとりあえず塔の上の方に行ってみるしかないか。3階。ここは食堂か。さあモンちゃん、隅々まで探してみよう。うん。それから数分、黒野さんがあることに気づく。え、お前なんか大きくなってきてないか。本当ですね。当たり前だろ、君たちだって成長するでしょ。それと一緒だよ。しかし反対にモンさんはどんどん衰弱しているようだった。モンちゃん、顔色悪いけど大丈夫か。うん、なんか疲れちゃったみたい。時間をかけすぎるからだよ、もっとペースを上げないと。でも少しくらい休ませても。ダメだ、時間をかけてもいいことはない、外に出たいんだろ。うん、私頑張る。しかし恐れていたことが起きてしまう。モンちゃん大丈夫？何なんだこれ。モンちゃんしっかり。もうモンちゃんは死んじゃったよ、君たちがグズグズしてるからだね。仕方ないから僕がこのままモンちゃんの体で生きてってあげることにしよう。あ、そんなのさせない、リトライ。さあ急いで探そう、くまなくね。うん。あのキノコ何かおかしい。黒野
トさん、どうかしましたか？さっきモンちゃんが死んだ時、あのキノコはうっすら笑ってた。あのキノコ、いいやつなのか悪いやつなのかわからない。モンちゃん、スピードを上げよう。時間が経つほどキノコが大きくなっちゃうから。うん、わかった。しかし、そんな、さっきよりも早い。時間で成長するんじゃないのか。リトライ。その後も何度もチャレンジした238回目。はい、ゲームオーバーだね。な、くそ。ただ失敗する中でクロノさんは重要なことに気がついていた。危険だからモンちゃんはここで待ってて、一歩も動いちゃダメだからね。え、うん、わかった。クロノさん、何かわかったんですか？あのキノコは300歩歩くと完全体にまで成長する。何回もモンちゃんの歩数を数えたから間違いない。だから俺が単独で探索する。それはいいかも。ここは4階ですね。おお、本がたくさんだ。書斎ですかね。それにしてもすごい量。しかもこれ全部キノコに関する文献ですよ。キノコって2億年前から地球に存在するのか。お兄ちゃんだけずるい。私も絵本読みたい。モンちゃん、どうしてここに。待っててって言ったのに。だってキノコがどうしても行けって言うんだもん。当たり前だろ。二人で探した方が効率いいだろ。いいかいモンちゃん、それ以上動いたらダメだよ。あ、あっちに面白そうな本があるぞ。え、どこどこ。ちょ、モンちゃん。もう、そんな、300歩歩いてしまったんですね。口がうまいキノコだ。リトライ。その後もクロノさんはあらゆる方法を試した。376回目。抱っこ作戦。これで歩いてない。ダメダメ、君の歩数でカウントされるだけだよ。失敗。620回目。じゃあムーンウォークは。そんなのできない。失敗。877回目。食ってやる作戦。僕毒あるよ。失敗。しかし300歩という歩数制限に苦戦。それでも続けていると書斎の奥で裁断機を発見した。よし、行くよモンちゃん。言いたくないかな。おいおい、嘘だろ。やめろ。無理やり切っても何の意味もないぞ。ずいぶん焦ってるな。じゃあ逆に切る。そりゃー。モンさん、大丈夫ですか？うん、全然痛くなかった。あとは出口を探すだけだ。行こう。はっ、切り離しただけで調子がいいな。また戻ればいいだけのこと。あ、クロノさん、またキノコが。な、させるか。しかし危ない。ぐー。クロノさんにキノコが。バカなやつだ。死ぬまでお前の栄養吸い取ってやる。力が抜けて動けない。リトライ。モンちゃん逃げるよ。うん。また無意味なこと。上に行っても出口はどこにもないんだよ。最上階。ここが最上階か。いろんなキノコが展示してある。一体何なんでしょう。毒ツルタケにカエンタケ。これ全部超危険な毒キノコですよ。そうなのか。道理で毒々しい色をしてるわけだ。ねえねえ、窓あるよ。本当だ。すごいぞモンちゃん。さすがにここから飛び降りたら死ぬか。雪が降ってるの？そうだね。って、これよく見たら雪じゃないぞ。え？これはキノコの胞子だ。胞子って何？キノコの傘から散布されるものです。胞子が地面に落ちて芽を出すことで新たなキノコが生まれます。さっき読んだ図鑑にも書いてあったな。その胞子を空から降ってるってこと？いや、この塔だ。この塔自体が巨大なキノコで胞子をばらまいてるんだ。よく気づいたね。褒めてあげるよ。な、追いつかれたか。でもね、もう一つ気づいた方がいいことがある。頭を触ってみな。なにこれ、またなんか生えてるよ。な、まさかキノコか。はい。その時だった。おお、これはまた噴水か。下にあったやつか。うお、またこの塔が成長するぜ。成長だと？一体どういうことだ。仕方ないな。死ぬ前に教えてやるよ。あの噴水で水をやってるからこの塔は成長してるんだ。そしてその栄養は周辺のキノコにも分け与えられている。だから周りにも大きなキノコが生えてたのか。うん、っていうことはあの噴水に毒を入れればこの塔にダメージを与えられるかも。でも300歩では1階に降りられない。まあ、こんなことお前らが知っても何の意味もないがな。
よ。もう逃げ場もないし、諦めた方が良さそうですよ。未来を変えられる確率は100万分の1。そう簡単には変わりませんからね。くそ、こんな時魔法の傘があったら、ふわふわ飛んでいけるのに。え、魔法の傘？おとなしく俺の養分となれ。クロノさん、諦めましょう。これ以上は危険すぎるというか、一旦本部に戻って作戦を考えましょう。いや、クリアルートは分かったよ。え？モンちゃんが教えてくれたんだ。リトライ。とりあえず集められるだけ毒キノコをポケットに入れる。何に使うのよ。さあ、追い詰めたぞ。俺にしっかり捕まって。うん。さあ、行こうか。キノコとダイブだ。何を。すごい飛んでる。なんかメルヘン。これだけでかいキノコの傘なら空気抵抗をだいぶ軽減できると思ってね。お前ら。よし、下までワープできた。モンちゃんこっちだ。な、待て。え、せっかく出たのにまた中に入るんですか。これで全てを終わらせる。やめろ。最上階にあった毒キノコ。いや、最悪だ。この塔の源である噴水に毒を混ぜれば全て終わるはず。なるほど、このキノコ塔を死滅させれば周辺のキノコも巻き込んで死んでいくのか。やがて噴水の水は枯れ果て。おお、毒キノコの威力恐るべし。塔やその他のキノコも全て朽ちた。そしてあの話すキノコも動かなくなった。塔と連動したのかな。まあ、ミッションはこれでクリアです。わーい、頭のキノコもなくなった。それにしても腹減った。このキノコ食べ。ダメ。ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。